プリンチェサーです。今回はこちら、アナと雪の女王2アイスマジックカード組、こちらを紹介していきたいと思います。はい、冷やすとデザインが浮き出る不思議なトリックカードが1枚入った組になっていて、組の形もトレー全4種の12種類の形があるんですね。雪の形とオラフの形、この2種類が写っていますが、まあ、その他にももちろんアナやエルサもいるでしょうし、ちょっと楽しみに開けていきたいと思います。はい、グミトレイ4種のうち1種が入っているということで、こんな感じで軽く触って、これとこれは違うような気がするなって感じで買ってきたんですが、まあ、これは開けてのお楽しみなので、うまく選べたかどうか、あ、これとこれがなんかちょっと同じ気がするけど、まあそんなところも楽しみに見てみたいと思います。では開けていきましょう。カードも全部で15種類あるそうなので、これで型が揃わなかった時にはまた買ってきてみましょう。はい、どんなカードが出てくるかな。まずはカードから見ていきましょう。はい、これはエルサですね。エルサ、はい、素敵。パッケージの裏表どちらにも書いてないエルサが来てくれました。うっすらオラフがいるんだけど、ここの色が変わるのかな。お、後ろにはエルサの説明書きがありますね。エルサ、アレンデール王室の長女でアナの姉、女王になるにふさわしい完璧な女性、生まれつきのリーダーで王国の人々からも愛されている。エルサは妹のアナや周りの人々を守りたくて、氷と雪を操る力を持っていることを誰にも秘密にしていたと書かれていますね。はい、ではグミの形も見ていきましょう。おー、かわいい。これはエルサとアナのシルエットですね。これすごく素敵。周りにも小さくこうお花や雪の結晶があるのもとっても可愛い。そして2人の王冠、これをモチーフにした組が入っています。素敵、すごく素敵。シルエットっていいですね。では2つ目開けていきます。はい、続いてはカードから見ていきましょう。お、違うのですね。これはアナが来ました。この絵すごく好きな絵ですね。後ろにちょっとエルサがうっすら見えます。はい、あ、裏はクリストフでした。クリストフ、不器用でシャイな山男、幼い頃から相棒のトナカイスベンと共に暮らしている。石の精霊トロールに気に入られ、家族として育てられた。言葉は話せないスベンだが、心は通じ合っており、二人は強い信頼関係で結ばれていると書かれています。はい、では組の方も見ていきます。お、素敵。あ、雪の結晶の中にエルサとアナがいます。そしてちょっと楽しそうに踊ってるオラフ、これすごく好き。あー、なんかグミのデザインすごくいいですね。どれも素敵。はい、では3つ目開けていきます。3つ目のカードは、あ、同じカードが来ました、まさかの。はい、裏のクリストフも同じ。はい、ではグミの方見ていきましょう。こちらはパッケージの表にあったこちらの形ですね。オラフがヤッホーイってなってるのと、雪の結晶2種類。はい、とっても可愛い。さあ、ラストいきます。はい、カードは、あ、こちらはちょっとポーズが違いました。あ、びっくりした。はい、こちら後ろにクリストフがいます。ちょっと上を向いた感じのアナ。あー、びっくりした。あ、後ろは説明書きがなく、こんな感じ。このイラストもすごく綺麗ですね。絵本とか元の
英語バージョンの絵本の表紙みたいな感じかな。さあグミの方行きましょう。ラストうまくずれて入っているでしょうか。同じでした。まあこちらイラストも同じのが出てきてしまったのでちょうどよかったですね。また買ってきて、開けてみたいと思います。もうグミの型を見たらこれで私のチャンネルで作ってる、このグミの型を使ったチョコレート、こちらの作り方紹介していきますので、はい、その時にまたいくつか開けてみたいと思います。グミの味は1種類、グレープ味しかありません。グレープの味がしっかりしてとっても美味しいのでよく噛んで食べてみてください。はい、ではちょっとお皿に移してみましょう。外した時にも絵がしっかり見えるかなっていうのを確認していきたいと思います。はい、ではまずはオラフ、ビヨーン。こんな感じ。あ、見えるかな？あ、すごくはっきり見えますね。綺麗に形が出ています。はい、ちょっと気泡が入っちゃってもったいない。こちらはじゃじゃん。あら、あー、ちょっと目のところがちょうど穴になってて怖い感じになってる。もう一つの方も見てみましょう。はい、もう一つの方でね、気泡が入ってなきゃいいな。エルサもなんか気泡入ってる。はい、エルサも外してみてみると、あ、エルサは顔の横なのでまだ、目玉のところにフィットしてるよりは怖くないかな。はい、では、ぐーんと体を伸ばしたオラフ。オラフもちょっと気泡入っちゃってます。これ自分でもグミの液流せば何度でもグミ作れますね。はい、すごい。上下に穴が開いてるような感じになってるけど。こちらもしっかりはっきり見えてますね。はい、雪の結晶もどちらも綺麗です。とっても可愛い。はい、では気になるシルエットの方も開けていきましょう。シルエット、すごい綺麗。こちらは多少気泡が入っていてもそれがなんかいい感じになってますね。はい、二人の王冠はこんな感じ。はい、では気泡が目のところに入っていないかなっていう感じのところを見ていきましょう。ちょっと。穴の顔、こちらはしっかり見えるかな。こちらのエルサも、基本の部分が目立たない感じで、綺麗にお顔が見えます。はい、ということで、お皿に移してみましたが、お皿の上で見えるよりも、ちょっと透かして撮った瞬間の方が、綺麗に絵柄が見えたかなと思います。はい、食べるときにね、じっくり絵柄を見てから、楽しんで食べてみてください。もうその前にパクパク食べちゃうかな。はい、先ほども、ちょっと言いましたが、こちらの型を使ってチョコレートを次回作っていくので、もしチョコレート一緒に作ってみたいなっていう人は、こちらの型、捨てずに洗って水を切って保管しておいてください。ジップロックなどに、入れて保管しておくと、いつでも好きな時にチョコを作れます。はい、では冷やして絵柄を見ていきたいと思います。はい、今回は大きな保冷剤を用意したので、この上に乗せていきます。はい、では出たり。んな感じで絵が出てくるんですね。ここも色変わるかなと思いましたが、ここは色変わらずで、後ろのエルサだけ出てきました。結構はっきりめに出てきますね。はい、これは出てきてない時のものもあるので比べやすい。はい、こんなにはっきり出てきます。はい、では続いてこちら行きましょう。はい。おー、なんか本当に魔法みたい。出てき方もパッと出てくるわけじゃなくて、じわじわじわっと変わっていくのがなんかいいですね。はい、じゃあラスト、エルサいきまーす。
さあ、オラフがだんだん出てきます。おー、いい感じ。じんわりじんわり、はっきりと出てきました。はい、少しするとだん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 薄くなってきます。この室温とかぐらいになるともうすぐに透明な感じ戻ってきてしまうので、まあ、何度も遊べるという点ではいいかなと思います。はい、お家の保冷剤を出してちょっとやってみるとか、あと冷凍庫を開けて一瞬だけこれをパッと乗っけて見てみるとか、そんな感じで楽しんでみてください。本当に数秒で変わりますので楽しめるんじゃないかなと思います。材質は紙なので水でビチャビチャとか氷でビチャビチャやっちゃうと、まあ一応コーティングされてるようなツルツルの素材ではあるんですが、まあカードをふやけさせないためにも保冷剤がいいんじゃないかなと思います。今指で触っただけですぐ色が変わっちゃいますね。消えちゃう。はい、またすぐぴったりくっつけた方が変わるかな。はい、温度を感じて元通り。何度も遊べる楽しいカードになっています。はい、というわけで今回はアナと雪の女王2アイスマジックカード組を紹介しました。いかがだったでしょうか。では次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。